俺は坂本浩二、高校1年生。彼女はおろか、友達もいない冴えない男。いつもクラスの端っこで孤独に過ごしている俺に話しかけてくる人なんていない。坂本くん、たった一人を除いては。あの、よかったら一緒にお昼食べませんか？加瀬かなみ、クラスで一番の美少女。誰にでも優しく、こんな俺にも気を使って声をかけてくれる素晴らしい人。いや、大丈夫。ほら、俺一人で食べるのが好きだから。そうですか。クラス中の視線が気になる。特に男子の視線がすごい。俺なんかと二人でご飯食べたら、加瀬さんに迷惑がかかってしまう。っていうか、そもそも加瀬さんつまらないだろうし。放課後、花に水をくれてやるのが日課だ。といっても別に花が好きなわけじゃない。ならなぜこんなことをしているかといえば、俺に似ているからである。俺以外世話しているのを見たことがない。クラスのみんなに忘れ去られているかわいそうなやつ。坂本くんは優しいですね。うわ、加瀬さん、いつも水あげてくれてます。知ってたんだ。うん、私も見習ってたまに手入れしてます。だから加瀬さんも同じだろう。かわいそうなやつだから気にかけてくれる。そんなことは分かっているのに。そうなんだ。はい、二人で一緒に世話しましょうね。うん。好きになってしまうものは仕方ない。男というのは単純なのである。そして3月、高校1年ももうすぐ終わろうかという日の放課後。そういえば坂本くん、春休み終わったら高校2年生ですね。うん。新しいクラスでも花育てませんか？え？坂本くんさえよかったら一緒にお世話したいです。あ、俺と？はい、春休み中どこか空いてませんか？一緒に買いに行きましょう。4月1日なら。わかりました。ではその日に。俺は加瀬さんと花を買いに行く約束をした。花の世話続けててよかった。お待たせしました。どうも。私服姿で坂本くんとお会いするのは初めてです。どうですか、可愛くないですか？加瀬さんはいつも可愛いよ。この服お気に入りだったので、服が可愛くないかって聞いたんですけど。わあ、ごめん。いいです。その嬉しかったので。ああ、そうだ、花屋だよね。早く行こう。そうですね、行きましょう。わあ、この花可愛いですね。うん、こっちも可愛い。どれにしようか迷いますね。そうだね。ちゃんと選んでますか、坂本くん。もう、さっきからどこ見てるんですか。なんか私の方ばかり。ひょっとして花より私の方が可愛いよなんて思ったりしてます？自分で言って恥ずかしくなりました。今のは忘れてください。正直その通りだから何も言えない。というか坂本くんも一緒に育てるんですから、ちゃんと選んでくれなきゃダメですよ。わかった。好きだな。告白したって振られるの分かってるけど、そもそも迷惑だろうし、俺なんかと一緒にいたら白い目で見られる。だからこの思いは胸の内にしまっておいた方が。あ、どうしました？あ、いや、なんでも。そうだ、今日は4月1日、エイプリルフール。告白して玉砕してもエイプリルフールです。あはは、で済ませられる最高の日。よし、決めたぞ。今日俺は勇気出して加瀬さんに告白するんだ。そして買い物終わり。あの、加瀬さん。はい、どうしました？俺、その…行け俺、振られたところで嘘で終わらせられれば誰も傷つかない。加瀬さんのことが好きです。付き合ってください。いったー、やば、どうしよう。早くドン引かれる前にエイプリルフールでしたって言わないと。はい。え、その、私でよければ。
私、誰かと付き合ったことなくて、いろいろ迷惑かけちゃうかもしれないですけど。ちょっと待って。まさか、OK されるなんて想定外だった。違うんだ。これは、その…はい。加瀬さんの優しさを甘く見ていた。告白した俺に恥をかかせないように OK してくれたんだ。だっておかしいだろ。俺が加瀬さんに好かれてるなんてそんなわけがない。早く本当のことを告げて笑い話で終わらせておかないと。ほら今日4月1日だろ。だからエイプリルフールってことで。加瀬さん、笑い話で。嘘ってことですか？その笑い。じゃあ好きって言葉は嘘なんですね。付き合ってほしいっていうのも全部嘘なんですね。帰ります。ちょっとついてこないでください。でも俺はうるさいです。坂本君なんて大嫌いです。そうだよね、ごめん。エイプリルフールですよ、バカ。今のって大嫌いがエイプリルフールって冗談だろ。笑い話で済むはずだった。でも結果彼女は泣いて俺の元を去っていった。やばい、最低だ俺。新学期エイプリルフールから数日、クラスの顔ぶれは変わらないものの学年も変わり心機一転。加瀬さんもあの日のことを忘れていつも通り。加瀬さんなわけないよな。話しかけて無視されたのなんて初めてだ。でもよくよく考えたら加瀬さん以外には話しかけて無視されるのが当たり前なんだよな。昼休み、加瀬さんは自分の机の上で弁当を広げて食べている。もちろん話しかけられることはない。俺本当バカだな。俺と一緒にいたら加瀬さんの迷惑になるって。今まで全部彼女の方から近づいてきてくれてたのに。一緒にお昼食べませんか？なんでですか？加瀬さんと食べたいからです。遠慮しておきます。私一人が好きなので。以前の俺と全く同じ返し。おい、坂本が加瀬さんをお昼に誘ってるぞ。優しくされたからって調子立てるパターンだ。加瀬さんもかわいそう。分かっちゃいたけどやっぱり白い目で。すみません、無性にムカついたもので。ごめん、今日は引き下が食べます。え？ご飯食べます。そこに座ってください。でも一人が好きなんじゃ。何か言いましたか？言ってません。よくわからんが共にお昼を食べることになった。やっぱり周囲の目が痛い。自分で誘っておいてなんだけど。加瀬さん、ちょっと待ってよ。加瀬さん、何ですか？私のこと好きじゃない坂本くん。違う、俺は加瀬さんのこと好きだ。嘘つき、もうエイプリルフールは終わってますよ。嘘じゃないって、本当に加瀬さんのことが好きなんだ。信じられません。信じてよ。あんなことしておいて今さら好きだなんて都合が良すぎます。分かってる、都合いいんだよ。俺どうせ振られると思ってたんだ。振らなかったじゃないですか。同情して OK してくれたのかと。同情で OK する女に見えますか？私が今までどれだけ勇気出してあなたに。加瀬さん、坂本くん大丈夫ですか？怪我は？ごめんなさい、私が不注意なばかりに。大丈夫、全然痛くないから。こんなのは出てますけど。え？早く保健室に行かないと。平気だって、
こんなのかすり傷。とにかく加瀬さんは気にしなくても平気だから。え、本当に坂本くんはいつも嘘ばっかり。嘘ついて誰かに迷惑かからないように自分ばっかりで抱え込んで、それでいてとっても優しくて、だから私坂本くんが好きなんです。ずっと昔からとっても。加瀬さん、もう取り消せませんよ。え、さっきの好きって言葉、エイプリルフールはおしまいです。うん、もちろん。坂本くん、私って、ああ、そんなこと言ってる場合じゃありませんでした。早く